ママミニマリスト井澤ひとみです。こちらの動画では私が使っている固形シャンプーについてお伝えしていきます。皆さん、固形シャンプーってご存知ですか？私は今エティークというブランドの固形シャンプーを使っています。リピートして2回目の使用となります。こちらは環境にも配慮された作りでエコなんですね。なおかつ使ってみると泡立ちが良かったり、とてもサラサラになったりして使用感がとても良かったので、今回ご紹介させていただきます。はい、私が実際買ったエティークのシャンプーとコンディショナーになります。今回2回目のリピートで全く同じものを買いました。で、そんなにこう大きくないんですけど、これで約3ヶ月半持ちました。あとこちらのケースですね。ケースはこれ以前買ったんですけども、これ実はですね、私がエティークのブランドを気に入っている理由っていうのが、今ちょっと興味があるのがですね、そのエコの観点、環境のエコの観点から、ちょっとプラスチックのものを家の中から減らしていきたいなと私自身個人的に思っているんですね。その中でこの容器っていうのが実はプラスチックに見えるんですけど、プラスチックのものじゃないんですね。で、そういったプラスチックを使わずに、こう紙だとか、あの地球にあるこの資源っていうのを利用して作っている、まあ、そういうエコにとても配慮したサスティナブルな会社の取り組みっていうので、すごくこのエティークっていうブランドに興味を持って今使っています。なのでですね、この、 あの容器っていうのも一見陶器だとかプラスチックのように見えるんですが、違っていて、じゃあ何でできてるかというと、竹とかコーンスターチとかサトウキビとかでできてるんですって。例えばこれが我が家にあるダイソーで買った100円のプラスチックなんですけど、それと比べると、まあ、色が違うというのもあるんですけど、やっぱりプラスチックの素材とは違うなっていうのは比べるとよく分かります。で、実際ちょっとですね、重いんですね。この形のこの大きさのこのケースよりも若干重いかなっていうのがあります。あとプラスチックと比べると重厚感があるっていうんですかね。で、陶器ほどのそんな重さはないんですけど、もちろんあのプラスチックに比べると、あ、なんかこう透けてないし、なんかこう軽さも違うし、ちょっとプラスチックで安っぽさがちょっとあったりしませんか。ちょっと簡易的に作られてるんだなとか思ったりするんですけど、そういうのがないですね。こうテカリとか、なんかこう薄いとか軽さっていうのがないので、プラスチックに比べるとちょっと重厚感があって、手触りとかが私の中ではすごくいいなと思っております。この容器の上にシャンプーとコンディショナーを置いて、で使用していくんですね。使った後はこのように立ててですね、ちょっと風通しのいいところで乾かしています。お風呂場にずっと置いておくと、やっぱり水にで溶けてしまったりするので、石鹸なので、なので私は洗面室のところに置いて風通しをよく使っています。で、また使う時にはお風呂場に入れるという形にしてるんですけど、なのでね、この容器があった方が使いやすいと思います。他でこうネットで使うとかいろんなやり方はあるみたいなんですけど、私はこの容器の使い心地が自分は良かったので、もしエティークの固形シャンプーバーを買われる場合には、この容器を私個人的にはおすすめいたします。で、なんか色がいろいろいっぱいあるんですよ。私は洗面室に馴染むこの色にしたんですけども、ピンクとか青とかいろいろあるので、一度ホームページで見ていただくと、ご自身の好きな色っていうのが確認できるかなと思います。なんでここに実際置いてきますね。前と同じものを買いました。これはですね、一番ボリュームアップするタイプのものになります。入っているのがココナッツオイルとカカオバターで、あとジンジャーとシナモンが入ってます。で、ジンジャーの匂いがします。すごいしないんですけど、でもほのかにして、私は個人的にジンジャーが好きなので、いい香りだなと思います。で、ボリュームアップ、私はあの直毛で、ちょっと頭皮のこの頭のところにボリュームがなくなってペタってなっちゃうので、ボリュームアップのものを選びました。で、実際使ってみてすごい使い心地良かったので、同じのものをリピートしたという形ですね。で、ティークの中ではね、これのいろんな本当区分分けがあって、ダメージ、ハイダメージの人、ローダメージの人、サラサラがいい人、ボリュームアップの人って分かれている中で、一番ボリュームアップするタイプを使っています。で、一番人気なのはこれじゃなくって、キウイのもののちょっとスカルプでダメージもできいいし、ちょっとサラサラになるしみたいな感じの石鹸の方が人気があるみたいです。なので、まあ私もちょっと夏になったらそっちを使ってみてもいいのかなと今は思っています。ですので、私のようにちょっとボリュームが欲しいよ、頭のこの上の方にボリュームが欲しいよ、ふわふわがちょっといいよみたいな感じの人は、このボリュームアップを使ってみてもいいと思います。実際開けてみますと、こんな感じで紙に包まれています。エティークは本当にですね、ビニールのそういったプラスチックのもの一切使ってないんですね。
配送されてきた時も全て紙でしたし、石鹸自体も紙に包まれてきます。そういったビニールの袋、プラスチックのものが全くないです。で、開けてみるとこんな感じで石鹸が入ってます。結構大きいんですよ。私の手のひらこんな感じで掴めるから。で、結構ここまで来ると生姜の匂いがします。で、この距離だと匂わない。わかんないですね。私別に鼻は悪くないと思うんですけど。で、この大きさで3ヶ月半持ちました。使い方としては、 また後でご説明するんですけど、こうね、頭皮に 1,2,3,4回、5回ぐらいつけて、でこうワシャワシャやるとすごい泡立ってくるので、使い方はとても簡単です。で、次コンディショナー。これは結構ノーマルなタイプのコンディショナーを買いました。これはね、中に入ってるのがココナッツオイルとカカオバターですね。すごいこれサラサラになるんですよ。びっくりしました、私使ってみて。で、このコンディショナー私すごいお気に入りですね。で、もう一個コンディショナーあるみたいなんですけど、私はこっちを使っています。で、これも同じように石鹸が紙に包まれて入ってます。こんな感じですね。で、これはこのコンディショナーの方はココナッツオイルの匂いがものすごいします。もうこの段階ですごいしてます、封を開けるだけで。で、ココナッツオイルの匂いは私個人的にはそこまで好きじゃない方なんですけれども、すごいね、くどい感じの香りではないので、いい匂いかなと私自身は思います。なんか芳香剤レベルぐらいの匂い、なんかグワッとは来ないので、あ、うん、いい香りぐらいの感覚ですね。これをですね、こう使う時もこういい香りがするんですけど、実際こう使った後、洗い流した後はココナッツの香り全然しないので、あと使う時だけ、あ、いい香りかなぐらいのものになります。で、あとここにこうやって置いて、これでこうセットになるんですけど、これで使い終わった後に洗面室に置いておくと、ココナッツのいい香りがこの周り、洗面室の周りを包んでくれるので、私はそういう意味では芳香剤代わりとしても、あ、なんかいい香りだなと思って気に入って使っています。で、こんな感じですね。で、コンディショナーの方が小さいんですけど、で、先にこっちがなくなるんじゃないかと思っていたら、意外や意外シャンプーのがなくなったんですよ。コンディショナーもね、まあ、1,2,3回、4回ぐらいやってつけるんですけど、でも意外とね、シャンプーのがなくなりました、先に。で、最終的にコンディショナーが残るっていう感じだったので、で、あ、ちゃんとその大きさも配分を考えて作られてるんだなっていうのを3ヶ月半使ってみて感じました。蓋を閉めるとこういうな、こんなコンパクトになるんですよ。普通のシャンプーボトルって結構大きいじゃないですか。で、私も大きいの使ったり、ちっちゃいの使ったり、いろいろしてたんですけども、これに収まるっていうのは今まで史上初です。はい。で、開けてもこの大きさなので、あ、すごいコンパクトだな、ミニマムだなっていうのもすごく気に入っております。なんかミニマリストっぽいですよね。そう、こんな感じで。実際にこう泡立てて使うっていうのも今回実践していこうと思いますので、見てみてください。それでは実際にエティークの保険シャンプー使っていきたいと思います。ここは私の家のお風呂場なんですけれども、お風呂場のこの棚のところに置いております。こちら側がシャンプーなので、シャンプーが先に使います。その時に髪の毛を乾いた状態だとダメなんですね。最初こうしっかり濡らして泡立てていきますので、まず髪の毛を濡らします。髪の毛ちょっとボソボソですいませんが、今全体的に濡らしました。濡らしたところにこの固形シャンプーバーを縫い付けます。ちょっと水が足りないと思ったら、こちらのシャンプーの方にも少し水つけると滑りが良くなります。ちょっと今泡立ちが分かるように多めにつけます。とほら、こんな感じで泡立つんですよ。こんな感じで泡立ってきます。この根元をこう洗って、根元でこうゴシゴシやるとすごい泡立ちが出てくるので、そうすると私今ちょっとセミロングぐらいの長さなんですけど、この髪の毛も一緒くらいこう後ろから前に持ってきて洗うと全体的に洗えます。まあ、あれですね、洗い方適当で申し訳ないんですが、キシキシとかは洗ってる時はしないですね。すごいなんか滑らかです。洗いやすいです、すごく。こんな感じで全体的に洗います。
ます。結構泡の量あると思います。こんな感じ。こんな感じで、すごい泡あります。で、全体行き渡ったんで、もうすぐ流していきます。シャンプーをした後です。結構洗った後はちょっとキシンみたいな感じになります。なんかノンシリコンシャンプーで洗った後みたいな感じで、なんか結構キュッキュッとなってさっぱりしてる感じです。なんか結構こうキシミがあるような感じになるかと思います。コンディショナーです。これココナッツオイルのすごいいい香りがします。でこれをねやるだけですごいサラサラになるんですよ。このコンディショナーがすごいするぐれものだなと思います。これをこんな感じで、すみません、私適当なんですけど、この中で塗っていく感じです。結構濡れたままの状態の方がこう滑らかに塗っていけると思います。これ塗ったんです。そうすると見ててください、結構指が滑らかで指取りがこうしてくるようになったの分かりますか？今ね、すごいこうサラサラになってきてるんですよ。はい、今エティークのシャンプーで洗ってそれから乾かしました。ドライヤーで乾かしてこんな感じです。私今パーマも何もかけていない直毛の本当素のままの状態です。で、今ちょっとこのトップにボリュームがないのが悩みなんですけれども、ボリュームアップのシャンプーを使っているので多少ね前よりもボリュームが出てきたように感じます。そして毛先も結構こうねサラサラなんですよね。で、匂いは全然しないです。こうつけてる時はココナッツのいい香りがするんですけど、実際こう上がってくると全然匂いはしないです。こんな感じでちょうどこっちの毛が私今跳ねるんですが、今こうまとまりよく収まっています。で、美容院に2ヶ月行ってないのでそろそろ行かなければならないという感じなんですけれども、それでもこんな感じにまとまっているので、それにしてはこういいのかなと思います。あと私カラーリングしてるんですけど、もともとちょっと毛が茶色っぽい感じなんですが、で今もね2ヶ月行ってないからこんだけもう黒いのが出てきてしまったんですけど、このエティークのシャンプー使って色落ちってどうなんだろうってちょっと気になってたんですけど、実際他のシャンプーと比べた時にすっごい色落ちするっていう感じは私の中ではなかったんです。なんかもう普通のシャンプーと同じぐらい、まあやっぱり2ヶ月ぐらい経つとどうしても私色が抜けて黄色っぽくなってきてしまう体質なので、なんか他の使っているシャンプーと比べた時にとりわけものすごい色が落ちやすかったっていう感想はないです。エティークの固形シャンプー今とても満足して使っています。もしご興味ある方は買われてみてはいかがでしょうか。はい、まあ、決してエティークの回し物ではないんですけれども、なんかそういう、まあ、ちょっと環境的なところとかを基準に自分が物を選んでいきたいなっていう気持ちが少しずつ出てきているので今回ご紹介させていただきました。私もまだまだまだできてないこといっぱいあるんですけども、今できること一歩ずつやっていきたいなと思っています。何を買うかとか誰から買うかとかそういったのは一消費者として選べるので、そういうのをちょっと大事にこれからしていきたいなと思っております。はい、はい、そんな感じで今日はエティークの固形シャンプーの紹介になりました。もしこちらの動画が良かったよとか参考になったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン押していただけますと嬉しいです。あとまあ私のチャンネルではですね、こういったものを選ぶ基準ですとか、まあ、まあミニマリストとしてのライフスタイルや、まあ、ものを減らすことによって得られる幸せとか気づきっていうのを発信していきますので、ぜひチェックいただけたら嬉しいです。そんな感じで今日はすごい髪の毛を洗っているところまでお見せするということをやりましたけれども、なんかこうね自分でお伝えできて皆さんが疑似体験できるようなこととかも自分で伝えれる部分をチャレンジしていきたいなとは思っていますので、まあ、何かそういった意味でもコメント欄とかいただけると嬉しいです。はい、それでは今日はこれで以上になります。よろしければまたご覧ください。じゃあね。